はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は遺伝子の発現調節というお話をしていきます。まず最初に押さえていただきたいのが、選択的遺伝子発現という概念なんです。で、これは何かというと、実は皆さんもうすでに勉強していて、例えば細胞ごとに発現する遺伝子の種類の組み合わせを変えることで、様々な種類の細胞が出てくる細胞の文化のお話とか、 あるいは、打線染色体のパフのところで、発生段階に応じてパフの位置が変化した。それはつまり、発生過程に応じて発現している遺伝子の組み合わせが違ったよっていうお話でした。このように、細胞の種類や発生過程、あるいは生体内の状況に応じて、選択的に遺伝子を発現させることを、選択的遺伝子発現というんです。で、今回ポイントになるのは、ある遺伝子が どんな時に発言し、どんな時に発言が抑制されるかというお話になるんです。結論から言うと、ある遺伝子はその遺伝子が必要な時に発言され、その遺伝子が必要でない時に発言が抑制される。これが結論なんですね。まあ皆さんね、今の話を聞いて当たり前じゃないかと思った方もいるかもしれませんが、そうなんですよ。当たり前のことが当たり前のように起こっているのが体の中でのお話なんです。 そして、その遺伝子が発現する、発現しないというのを調節する仕組みの一つとして、調節タンパク質というタンパク質による発現調節があります。今回は、調節タンパク質によって転写が促進されたり、あるいは転写が抑制されたりという発現調節の仕組みを勉強していきます。では、今のお話を簡単におさらいしていきます。 遺伝子の中には細胞の種類や生体内の状況、発生過程などに応じて発現するものがある。このように遺伝子が選択的に発現されることを選択的遺伝子発現と言います。多細胞生物の体を構成するすべての細胞は原則として同じ遺伝情報を持っている。細胞の種類ごとに発現する遺伝子の組み合わせが変化し、各種類の細胞の形や機能などに変化が生じる。 まあこれが細胞の文化というお話で生物基礎の方で勉強しました。また遺伝子は常に発現しているものと状況に応じて発現するものがあり必要に応じて遺伝子の発現は調節されている。今回はこの状況に応じた遺伝子発現の調節というものを勉強していきます。発現調節と言っても、まあ、ピンとね来ないかと思いますのでまずはインスリンを例にお話をしたいと思います。 まず、インスリンというのは、高血糖になった時に、血糖値を下げるためのホルモンになります。ですので、インスリンの遺伝子というのは、血糖値が上昇した時に、血糖値を下げるために、その発言が促され、逆に、血糖値が低い時というのは、これ以上、血糖値を下げるわけにはいきませんので、インスリンの発言は抑制されることになります。つまり、インスリンは血糖値が高い時に必要で、血糖値が低い時には不要になるわけですよね。ですので、 血糖値が高くなるとインスリン遺伝子の発現が促され血糖値が低くなると遺伝子の発現が抑制されるというお話になりますで、今回 DNA 上の様々な領域の名前が出てくるのでそれを一番最初に確認したいと思いますまず遺伝子の発現の基本としては RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合することで転写ができるようになるそして RNA ポリメラーゼが転写領域を転写することで mrna が作られる、そしてこの mrna が翻訳されてタンパク質ができますよというのが基本的な流れですね。で、今回はこの転写が促進されたり抑制されたりというお話になります。そこで一番最初に押さえておきたいのが調節タンパク質という転写を促進したり、あるいは転写を抑制したりするタンパク質なんです。 それは DNA 上の特定の領域に結合することで働きを示します。で、その調節タンパク質が結合する DNA 上の領域は転写調節領域と呼ばれます。ということで、この調節タンパク質が転写調節領域に結合することで、この転写領域の転写が促進されたり抑制されたりします。 で、この時、この調節タンパク質によって転写が調節されている遺伝子のことを構造遺伝子と言います。また、この調節タンパク質もタンパク質ですので、この調節タンパク質の遺伝情報を持っている領域があるはずですよね。今回は、じゃあ、この一番左が調節タンパク質の遺伝情報がある領域だとすると、 この遺伝子を調節遺伝子と言います。ですので、この調節遺伝子から転写翻訳によって調節タンパク質が作られてで、その調節タンパク質が転写調節領域に結合することで、その働きを示すという流れです。で特にこのテーマの話が苦手な方は、 一旦画面を止めてこの話をしっかりと頭に叩き込んでからこの後の話を聞いてもらえたらと思います。では今のお話を確認していきます。DNA 中には所々に転写調節領域と呼ばれる塩基配列が存在しそこに調節タンパク質と呼ばれる転写を調節するタンパク質が結合したり離れたりすることで遺伝子の発現がコントロールされている。調節タンパク質には転写を抑制するリプレッサーや 転写を促進するるアクチベータータがある先ほど出てきていませんが、転写を抑制する因子として、このリプレッサーは覚えておいてください。そして、遺伝子の発現調節を受けるタンパク質の遺伝子は構造遺伝子と呼ばれ、調節タンパク質の遺伝子は調節遺伝子と呼ばれます。補足になりますが、結局、調節遺伝子というのも、その転写が調節されていますので、 調節遺伝子も構造遺伝子の一種であるということは頭の片隅に置いといてください。では、ここから幻覚生物の遺伝子発現調節というお話をしていきたいと思います。幻覚生物では機能的に関連しているタンパク質の構造遺伝子は隣接して存在しています。で、この時の構造遺伝子のまとまりのことをオペロンと言います。 オペロンに含まれる構造遺伝子というのは、そのね、隣接して並んでるわけだから、一つのプロモーターの下でまとめて転写調節が行われていて、転写が行われると、一本の mRNA として合成されるんです。つまり、オペロンを構成する構造遺伝子はまとめて転写されるわけですから、その転写調節もまとめて行われるんですね。で、このような考え方を、 オペロン説と言います。これはジャコブとモノという方によって提唱されました。で、これからラクトスオペロンの話をする前に、一つ事前知識として知っておいてほしいことがあるんです。それは何かっていうと、ラクトスと呼ばれる糖と大腸菌の関係なんです。で、今回、ラクトス分解酵素というのが出てきて、 ラクトースが分解されるんですね。で、ラクトースが分解されると、グルコースとガラクトースという2つの糖に分かれるんです。で、なぜこんなことをやっているかというと、実は、大腸菌ってラクトースを直接利用することはできないんです。で、大腸菌というのは基本的にこのグルコースを炭素源として生命活動を営んでいるんです。 だから、大腸菌は、このグルコースが欲しくて、ラクトースを分解しているっていうことは頭に入れておいてください。だから、逆に言えば、すでにグルコースが十分に存在している時というのは、ラクトースを分解する必要がないんですね。で、グルコースが大腸菌の周りでなくなってしまった時に、ラクトースを分解することで、グルコースに変えて、このグルコースを利用して大腸菌は生きるということになります。これを踏まえて、この後の ラクソースオペロンのお話を聞いてもらえたらと思います。では、これからラクソースオペロンについて解説していきます。まずは、ラクトースがない時から考えるんですけど、この時って、ラクトース分解酵素って必要ですか当然、ラクトースがなければ、分解酵素って必要ないですよね。ということは、今回、ラクトース分解酵素に関わる遺伝子というのは、 転写が抑制されるんです。で今ここに大腸菌の DNA を書いたんですけど、一番左が調節遺伝子。P と書いたのがプロモーター。O がオペレーター。で、その後、ラック Z、ラック Y、ラック A と書いてあるんですけど、これらがラクトス代謝に関わっている遺伝子群だと思ってください。まあ、つまり、これがオペロンということになります。 じゃあ、これらの遺伝子群がどう転写が抑制されるのか、それを今から見ていくことになります。でそこで、今ね、先ほど出てきたこのオペレーターというのが、転写調節領域の一種なんですで。そこに調節タンパク質が結合するんだけど、今回結合する調節タンパク質はリプレッサーになります。 今、このリプレッサーがオペレーターに結合すると、このリプレッサーの働きによって、RNA ポリメラーゼはプロモーターに結合できなくなってしまうんです。だから、このね、リプレッサーの働きで転写ができなくなるっていうのは、まあ、こういうことなんですね。で、このリプレッサーは調節タンパク質ですので、 リプレッサーは調節遺伝子から作られていて、で、それが今、オペレーターに結合することで、働きを示しているというお話になります。では、今度は、大腸菌の周りに、ラクトースしかないときを考えます。つまり、グルコースは存在しないということです。だから、このときは、ラクトースを分解して、グルコースに変えて、で、このグルコースを利用して生きていくというお話になります。だから、今回は、 ラクトース分解酵素は必要ですよと言えるので、ラクトース代謝に関わる遺伝子群の転写が促されるというお話になります。じゃあ今回、リプレッサーはどうなっているのかっていうのを考えると、実はリプレッサーって作られてるんです。だけど今回、転写の抑制が起こらないという状況だから、このリプレッサーがオペレーターに結合しないんですね。じゃあ今回は何が起こっているのかっていうと、 ラクトースが存在して、ラクトースが分解されている時というのは、ラクトース代謝産物というものが生じていて、で、実は、こいつが、リプレッサーに結合してしまうんですね。で、すると、リプレッサーは、構造が変化してしまって、で、その結果、この構造変化したリプレッサーは、オペレーターに結合できない、ということになります。ということは、この時、 RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合できるようになったわけです。従って RNA ポリメラーゼがオペロンを転写できるようになりましたよ。これが転写促進の状態ということになります。ですので結論としてはリプレッサーがオペレーターに結合できないとき転写できますよという状態でこれはラクトースの分解に伴って生じるラクトース代謝産物によって リプレッサーがオペレーターに結合できないようになっているんです。一方で、ラクトースがないときは、ラクトースが分解されていないので、リプレッサーがオペレーターに結合して、RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合できないようになっている。これが転写抑制の状態ということになります。では、今の大腸菌のラクトースオペロンをまとめていきましょう。例えば、大腸菌の持つラクトースオペロンは、ベータガラクトシラーゼ。まあ、これはラクトース分解酵素のことです。 など3種類の酵素の遺伝子を含んでいる。で、まず、ラクトースがない場合というのは、オペロン付近にあるオペレーターと呼ばれる転写調節領域にリプレッサーが結合し、RNA ポリメラーゼのプロモーターへの結合が妨げられることで転写は抑制されます。一方、グルコースがなく、 ラクトースがある場合、これがラクトースしかない状況ですね。この時は、ラクトース代謝産物がリプレッサーに結合し、リプレッサーは構造変化を起こしますよ。とすると、リプレッサーはオペレーターから離れる。ことで、逆に RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合できるようになります。つまり、これが転写が 促進されている状態ということになります。ということで、今回はオペロン説について勉強しましたが、その流れに関しては、一度ですね、自分の手で書いてみて、それで流れを抑えてもらえたらと思います。まあ、割とね、苦手な方、多い方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、やはりね、生物って実際に自分で図を書いてみると理解できる部分って結構あると思うので、 今回は特にね、図を書くことを意識して勉強してもらえたらと思います。また、テキストの方には、真核生物の遺伝子発現調節の仕組みや、また、ホルモンによる発現調節というお話も載せていますので、ぜひそちらの方も活用してもらえたらと思います。また、公式ホームページの方から授業動画見れるようになっていますので、ぜひそちらも活用してください。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。